じめまして、ご無沙汰です。カズボーです、今回はですね、私が愛用しているキーボード、スティールシリーズの Apex Pro というキーボードなんですけど、以前にも Apex Pro の動画をアップしたんですけれども、今回はですね、Apex Pro、マジかと。Apex Pro を購入したのが、2021年の4月ですね。なので、約3、4ヶ月使用したんですけれども、Apex Pro って頑丈さが売りなんですよね。一つ。動画でも紹介したんですけれども、シリーズ5000の航空機級のアルミニウムフレームと、頑丈さが売りなんですけれども、ぶち壊れましたね。で、もちろんですね、航空機級のアルミニウムフレームを使ってるわけなんで、フレームは大丈夫なんですよ。あ、そこ来たっていうところなんですけれども、キーキャップがですね、プレイしてる途中にポロンと取れまして、これですね、主に W キー。これですね、W キーがもう死にました。最初これ取れただけかと思ったんですよ。で、裏面パッて見てみたら、見事にですね、バッキバキに半分に割れてしまいまして、つかなくなりました。ちなみにですね、こっちが正常のものですね。正常のキーキャップ、中央が半分になっているのがお分かりでしょうか。はい。いやー、参りましたね。約3ヶ月ですよ。3ヶ月でキーキャップが割れるとは、まさかの耐久性を売りにしていて、ここ来たかと。しかも W キーっていうね、これもまた、よく言われるんですけどね、カズボはフォートナイトというゲームをプレイしてるんですけれども、お前は W キーしすぎや言うて、その結果がですね、敵にやられるか、キーキャップが潰れるかですね、ポーンですよ。どれぐらい潰れたか、まあ、これね、W キー上でもキーキャップでぶっちゃけポンって上に乗っかってるだけなんで、使えるんじゃないのって思われる方もいると思うんで、一応どれぐらいひどいかというと、半分に割れることによって、こうダブルキーをもう押してるだけでですね、割れました。これぐらいひどいです。もう使い物になりません。でですね、私、カズボーはですね、代わりのキーキャップを購入すべく、スティールシリーズの公式サイトを調べてみたんですよね。キーキャップ売ってへんか、言うて。まあそしたらね、あるんですよね、キーキャップ。ただね、これ、10キーもついてるんですよ。これいらんと思って。もう、なんなら欲しいのって、もう、W キーだけなんで、取れたの W キーだけなんで、W キーだけが欲しいんですけど、W キーだけで売ってないんですよね。で、価格が14.99ドル。まあ、約日本円にして、現時点で1600ちょいぐらいですかね。W キーのためだけに1600ちょいかと。しかも10キーいらんし、ゴミやし。で、さらに、スティールシリーズさんの公式サイトをね、調べていったところですね、なんと、この、プリズムキャップスっていう、ちょっとね、ええやつ売ってたんですよ。どういうことかというと、これ横がクリアになってるんですよね。で、クリアになってることによって、この LED で Apex Pro は光るので、すごく LED が綺麗に見えるぞと。これやったら、W キー以外も買えるから、ええかなって思ったんですよ。もう最悪10キーついててもいいかなと。ただね、これ価格見てください、これ。34.99ドル。日本円にして、もう4000円近くいってしまうわけなんですよね。これダブルキーのためだけですからね。ダブルキーのためだけに4000円かと。これは辛いなと。まあでも、今までの活動であれば、やっぱりこう、キーキャップが潰れたって、まあ以前にもあったんですよ。その際は、左シフトキーだったんですけれども、もう違うキーボード買い替えかなっていう風に買い替えてたんですけれども、やっぱりね、Apex Pro の代わりになるキーボードがマジで見つからへん。なんて言ったって、3万近くしますからね。やっと見つけた最高のキーボードを3ヶ月目にしてこれかというところでですね、W キーのために4000払うわけにもいかんし、しかも日本語ないし、まあ、日本語 W キーだけやから別に日本語なくてもいいわって思いきや、この製品は現在在庫切れです。あかんやん、もう何もかもがあかんやん。ただですね、こんな時に役に立つのが我らが中国、中華製品でございますね。このプリズムキャップスに似たようなものがめちゃめちゃ安く売られていると。で、今回購入したのがこちらですね。もうどこのメーカーもかもわかりません。中国語でいろいろ書いてあるんですけれども、もう謎です。で、今回はこの中華製キーキャップ、スティールシリーズ、公式で買えば4000円近くする、まあっていうか在庫切れてるキーキャップを2000円ぐらいで購入できると。半額ですよね。約。これを今回は取り付けていきたいなと思います。
で今回ね、あの家具坊が購入したのは楽天で買ったんですけれども、いろいろポイントが溜まってたっていうのもあってね、で全く同じものを見つけようと思ったんですけど、いかんせんメーカーがわからんと。なので全く同じサムネイルのものが Amazon に1個だけあったので、今回はその Amazon のリンクとカズボーの購入した楽天のリンク概要欄に貼っときますね。中身はですね、こちら取り外し、キーキャップの取り外しの工具ですね。これがついてます。まあ、工具はもう腐るほど余ってるんですけどね。でこちらが製品と。雑に入ってますね。雑い感じで入ってますね。いいですね。でまあ、せっかくなんでこのキーキャップね、なかなかこういう交換する機会ってないので、これを機にこういう機会に掃除しておくっていうのもありですね。なので一回キーキャップ全部外しましょうか。これちなみにですね、これぶっちゃけ工具使わなくても指でパンって取れるんで、工具はまあ最初の1個に使うぐらいですかね。で見てください、これもうね、 D キーもね、もうドゥルドゥルみたいになってるんですよ。削れちゃって3ヶ月でこれですからね。よりにもよってね、このワスディの一番大事な W がね使えないっていうのはもう本当に致命的で、ワスディのなんかも W になったら SD やんみたいな、そんなノリになっちゃってるんですけれども、こうやって地道に今取っていってるんですけど、普通に考えてこれ電源切った方がいいですね、本来であれば。カズボーイ今ちょっと収録上の都合でちょっと電源切れないんですけれども、はい、全部取り終えました。めちゃめちゃ汚いですね。でこれをとりあえず綿棒で、まあ、拭いていくというよりはホコリを取っていくって感じかな。まあ、掃除しながらちょっと雑談すると、カズボーね、Apex Proを購入した当日に Apex Pro に飲み物をこぼすというね、大失態をやらかしてるんですよね。そういう汚れとかも今とりあえず見当たらないは見当たらないんですけれど、そういうのもついでに取れたらいいなと思ってます。はい、まあこんなもんでいいでしょう。でキーボードをキーキャップ全部交換するのはさすがにちょっとナンセンスというか、まあ全部変えてもいいんやけど、どうせならね、カズボー、フォートナイトはフォートナイトで、キーの LED の色を変えてるんですよ。なので、この色の変わってる部分とかを意識して、こいつをつけられたらなと思います。ちょっと待って。スペースキー長すぎん？これ、Apex Pro のスペースキー。これ、買ったやつのスペースキー。絶対入らへんやん。絶対入らへんやん、これ。これあれですね、カズボー。日本語配列で使ってないですね。なのでエンターキーとかありません。US 配列と日本語配列、まあ、JIS 配列では結構エンターキーのサイズとかスペースキーのサイズ違うんで、全部変えたい方は要注意ですね。上のファンクションキーも変えたいんですけれども、Apex Pro はですね、ファンクションキーのところにメディアコントロールですね。こういう感じで、インジがちょっと追加されてたりするんで、これは大事にしていきたいなと思います。まあ、ただ、このファンクションキーのメディアコントロールのインジがされてるのは F9 から F12 までなんで、それ以外はプディングキーキャップに変更しようかなと思います。では、このプディングキーキャップ、この側面ですね。側面が半透明になってます。で、このエスケープから出てみたいと思います。これで使えへんかったらめちゃめちゃ悲しいけどね。ちなみに Apex Pro はオムニポイントスイッチって言って、軸が普通の赤軸とかと違うんですけれども、エスケープキーとかファンクションキーは基本的にはオムニポイントスイッチじゃなくて赤軸が入ってるっぽいですね。来ました。この調子でどんどんつけていきたいと思います。やっと上一列ができました。めっちゃ時間かかるわ、これ。引き続き頑張りたいと思います。はい、プディング PDD、プディング PBT、プディング PBT キーキャップス取り付けが完了しました。でも実際これは、元々の純正のやつと、プディングキーキャップと合わせて取り付けたんですけれども、まあ、こうやって見ると結構ね、わかりますね。これぐらい光ります。
光ってないところが純正のキーキャップのところですね。で実際の押し心地なんかをちょっと確認してみましょうか。あれなんか使ってみたらあれですね、なんかすげえ軽く感じる。なんでやろ、めっちゃ軽く感じますね。前ほどの重さがないというか、肌触りは元々のキーキャップより若干ザラザラしてるのかな。なんかザラザラ感を感じますね。はい、実際に使ってみたわけなんですけれども、実際に使った感じはですね、結構軽い感じがして、あと触り心地がですね、こっち結構元々のデフォルトのやつはサラサラしてるんですけど、ちょっとなんていうんですかね、マットな感じでザラザラっとしてる感じはしましたね。まあ、これがカズボーの油でツルツルなのか、それはどうかよくわからないんですけれども、とにかくちょっとグリップするという感じですね。まあ、若干の高低差もあってで気になるかなと思ったんですけれど、そんなに気になるほどの高低差でもなくて、まあ、形状とかですね、 Apex Pro のデフォルトのキーキャップよりも若干押す部分がちっちゃくなってるんで、そこら辺がどう影響してくるかなと思ったんですけれども、まあこれなら難なくプレイできるかなと思います。というわけで今回はですね、 Apex Pro のキーキャップが3ヶ月で破損して、わけのわからんメーカーのプディングキーキャップを取り付けてみたという動画でした。何かの参考になれば幸いです。ではでは。